一応今現場から、はい、ちょっと声も結構漏れてると思うんですけど、ここで今現状を、ね、店内でゲストをされていたカレンさんが今暴れていて、おそらく視聴者の通報で警察が5人集まっております。はい、それでとりあえず、まあ、スタッフとかも全員下に降りてきているんで、まあ、なかなかきつい感じで、果たしてそのもぐごりのね営業再開できるのかできないのか、その辺も全て、まあ、今回のこの展開にかかっているんで、その辺をねお送りできればいいなと僕は思っております。いや、現場映したいんですけど、規制対象6人いるんで、ちょっと外側にできなくて非常に困っております。いや、7人いますね、7人。ご調査にちょっと一応取材してみますね。この今ご調査こう見えますね、この緑色のここに周りにちょっと警察官が取り囲ってる感じなんで、どういう状況なんですかね。そんなに7人も出動するほど、やっぱり池袋の警察は暇ってことですかね。すいません、取材協力よろしいでしょうか。はい、あ、ダメですか。取材協力生放送してるんですけど、このお店のお店の、支配人さんですか。一応調べたんですけどね。そうですね、一日支配人。あ、一日支配人の方。一日支配人。あ、向こうの女性の方が一日店長。一日店長で一日支配人。一日支配人。え、今回どのような形でこの7人も警察く来てるんでしょうか。暴れたんで。暴れて。暴れたが飛び出そうとしたんで。はいはい。ちょっとここで今座ってもらって。はいはい。警察官が来た理由っていうのは。多分周りの大声叫んでたんで。ああ、大声で叫んでたから。それの多分通報じゃない。あ、通報が。じゃあ一般の方の通報。じゃないですね。ああ、なるほどですね。はいはいはい。結構じゃあもう警察来る前から騒がれてたってことですね。あ、もうすごい今落ち着いたんですけど、はいはい、いや、今回営業再開はされるんですか。ごちそうさん、閲覧見てください。やばっ。ごちそうさまです。いつぶりですか、1万人。いやー、いつぶりだろう。結構久しぶりだな。ナーボーさん、はい、カレフちゃんがナーボーさん身元引き受け人でって言ってるじゃないですか。連れて帰れます。いや、僕その人知らないんで。あ、OK です。はい。生放送の視聴者の通報というよりは本当に騒いでたから一般の知らないかな。ああ、そんな感じなんですね。警察呼んだのはその生放送を見てた人ではなく、そう、カレンガチ恋おじさんって言われたら身元引き受け人したんですけど、一応ナーボー AK カレンガチ恋おじさんだから俺。金梅さんって騒いでます。逮捕じゃないからね。お前ら何をしてんだ。お前ら何をしてんだ。何をしてんだよ。とんでもない騒ぎになりました。 1,2,3,4,5,6,7,8 人、女性警察官が1人合流して、今ただいま警察の出動が8人になっております。果たして8人も必要なんでしょうか。やばいですねこれ。カレンさんの警察官はカレンさんの電話を借りて、一時的に借りて、おそらく知り合いの方と連絡を取って身元引き受け人をね確保しようと思ってるっぽいですけども、警察官にスマホを渡さない、今こういう状況でしょう、おそらく。あ、現場のあのスタッフの方ですか、はい、バーの、はい、こんにちは、お世話になっております。今回8人警察が出動されてますけど、はい、そんなに大きな事件があったんですか。飛び出そうとしたり、どこに、道路に、あ、道路に、こちらの道路に飛び出そうとしたんですか。で、今日人がいっぱいいて、はいはいはい、抑えてたんですけど、はいはい、途中で、はい、僕のことを誰だよお前とか言うんで、あ、余計周りから見たらちょっと逆になんか誘拐とか、そうそうそう、レイプとか勘違いされて、まあ、100件通報で、あ、それで誤解解くために今話しちゃったから。そうです。あ、なるほど。で、あの、うわ、金梅さんとか新八丁さんと話してて、はいはいはい、誤解を解いたんですけど、はいはい、結局こいつが虚言吐いてるからいけないんだっていう警察からしたら、もう保護せず、ワンチャン捕まる形だったんですよ。あ、そうです。ただまあ調書を取った感じだと僕はまともじゃないですか。あ、はいはい、そうですね。で、僕は迎えが来るまでどうにかしたかったのに、本人がこいつ虚言ですって言うから、こうなるざるを得ない。なるほど。今なんか警察官が8人がかりでレジャーシートみたいのにくるんで
浴衣姿の女性が確保される瞬間です。これマジでやばいな、これ。超写して、超写して、規制確保で写していいよ、俺。みんななんか一般の女性とかが TikTok とか撮ってますよ、これ。TikTok 撮ってますよ、これ。やばいっすね、本当に。タムさん、あれ、磯丸水産、磯丸水産、これ、いいごめんだわ、これ。保護してるってこと、すいません。池袋警察署で保護。すごい。保護。ここ飛び出したところを捕まえて守ったのに、そう、命を助けたのに、こいつ誰だよって言うから、やめて助けてって言うから、この人がレイプ犯とか誘拐犯みたいな扱いを受けて110番通報であんだけの人数が出動したっていう。閲覧ごちそうさまです。ありがとうございます。以上をもちまして、池袋バー目ごり事件、リポーターの山本でした。お疲れ様でした。バイバーイ。